ガソリン車どころかエンジン車禁止ですって。もう SDGs って本当害でかいですよね。基本的な考えは正しいことは言ってると思うんですけれども、 SDGs を盾にものすごいなんかこうね、利権の食い合いみたいのになっちゃってて、だから本当に環境にいいかどうかなんかすっ飛んでしまってるんですよね。 SDGs 脱炭素というね流れというのはトヨタ潰しですよねって話をしましたけども、トヨタ潰しっていうことはこれヨーロッパではドイツ潰しでもあるわけですね。フォルクスワーゲンとかね、BMW もそうですし、ちょっと読みましょう。ドイツ見直し求めフランスと対立、 EU エンジン車禁止、土壇場で異論。 EU ね、エンジン車禁止するらしいですよ。ドイツがなんとかやろうとしてんですけども、意味わかんない、なんか二酸化炭素と水素で作る E 燃料ってやつを、それだったらエンジン車作っていいって言ってドイツが食い下がってるっていう、この議論聞いてあちゃーと、あ、もうヨーロッパでエンジン車ないわ。ギリギリ残ったとしても E 燃料、二酸化炭素と水素で作る E 燃料、環境に悪そう。だからもう本当にもうこのままね、脱炭素の流れを進めていったら、もう自動車立国である日本はものすごい痛手を食らいますし、もうガソリン車どころかエンジン車禁止ですって。エンジン車禁止そこまでヨーロッパは言ってんですよ。ちょっとドイツ弱すぎるだろう、ここもっと踏ん張ってほしいですけどね。